僕は信じてますよ、宇宙人の存在って。まあこすり倒されたテーマではありますけども、前回の流れ星からなんか宇宙の話したいななんていうふうに思いまして、宇宙人の存在なんかについて話そうと思うんですけども、まあ多くの方がどこかで信じてると思うんですよね。やっぱり宇宙にこれだけの星があって、地球だけに生命がいるっていうのはどう考えてもね、考えにくいっていうか、どっかの星にはおるんやろうなと思いまして。で、何かで見たんですけど、生前のマイケル・ジャクソンは夜道なんか歩いてる時、一人やったら「今は大丈夫だよ、怖がらなくていいよ、もう出ておいで」なんていうふうに思ってたり言ってたっていうのを見て、僕も真似してというか、夜道で一人なんかの時にはね、おい今大丈夫やぞ、出てきても大丈夫、出てこいよ、なんていうふうに思ったりしてるんですけど、まあ出てこないですよね。それに UFO、 未確認飛行物体らしきものも見たことないんですけども、でも実はもうそういう UFO 的なものは僕は飛びまくってるんじゃないかなって思ってまして。というのも、地球よりも高度な文明を持って、そんな宇宙空間を飛び越えてこれるような宇宙人やったら、もし地球を征服しようと思ったらね、わざわざそんなピカ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 光って目立つような形の円盤とかでね、飛び回らんのちゃうかなと思いまして、ちゃんと地球のことを侵略する前に調べ上げてリサーチして、地球という星では飛行機というものが飛んでいる、こんな形なのかと。じゃあそれと見間違うような、それに寄せた宇宙船を作って飛んでたりするんじゃないかなと。そうする思うんですよね。わざわざ目立つ必要ないというか、アベンジャーズシリーズでしたかね。で、なんか宇宙船がパッとボタンを押したら全てミラー、鏡張りになってて、もう空と一体化する、そんな宇宙船が出てきたんですけど、お、こういうことちゃうかなって思ったりしましてね。なので、もうビュンビュン飛びまくってて、タイミングを伺ってるんちゃうかなと思ったりもするんですが、にしてはなかなか出てこないですね。なんていうことでね、走行3分トーキング1月1日から始めて1ヶ月も経ってないわけですが、まあテーマに行き詰まってるとこもないことはないんで、もしよければ、こんなテーマで話すのはどうですかとか、このことについて語ってみてくれなんていうのがありましたら、コメントの欄に何かいただけたらなと思います。では、明日は何についてトーキングしようかな。明日以降も YouTube でぜひご覧いただきたいと思います。そうこうでした。さよなら。バイバイ。